はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は B 級1組1回戦、そして C 級2組1回戦が終わりましたので、その速報をやらせていただきたいと思います。まず B 級1組は、広瀬九段が斉藤慎太郎八段との前期 A 級対決を制しました。これは順位的にもかなり大きな勝利となりそうです。そして、毎年スロースターターの近藤七段は、初参加の大石七段に勝ちまして、白星となりました。近藤七段、毎回順位が高いですが、今期こそ昇級なるかどうか注目です。そして沢田七段対大橋七段戦は、千日手の激戦となりましたが、沢田七段が制しました。そして羽生九段対佐藤康光九段の新旧会長対決は、羽生九段が後手番ながら見事な指し回しで完勝して勝利となりました。そして現在棋聖戦に挑戦中の山崎八段は、三浦九段に勝ちまして、白星となっております。そして B2 から昇級してきた高見七段は、元 A 級の糸谷八段に勝ちまして白星という形になりました。そして初参加の石井七段は1回戦抜け番で、2回戦斉藤八段戦が初戦という形になります。ということで、比較的上位陣が勝った印象にはなっておりますが、山崎八段や高見七段といった前期下位の棋士たちも勝っていると、そういう状況になりました。ということで、昇級確率についてちょっと早いですが見てみたいと思います。現状の昇級確率上位、ご覧のようになっております。広瀬九段が勝ったことで、もともと広瀬九段はレーティングもそして順位も高かったので昇級確率上位でしたが、今回の勝利でさらに上がりまして、約 40% まで上がりました。そして羽生九段約 35%、 近藤七段約 20%、 斉藤八段約 20%、 山崎八段も約 20%、 高見七段も約 20% と、このあたりレーティング的にも皆さんほとんどあまり変わらない状況ですので、こういう形となっております。そして沢田七段約 15% という状況ですね。まだまだ、直接対決もたくさんありますので、どう転んでいくのか注目です。やはり注目は2回戦4月11日の近藤七段対広瀬九段戦、この直接対決、そして羽生九段は2回戦大石七段先手番でどういう戦いを見せるか注目です。そして1回戦白星同士の山崎八段対高見七段戦ですね、このあたりが個人的には注目して見ております。ということで、果たして羽生九段毎年昇級確率は高いんですが、ちょっとこう持ち時間6時間の長丁場に苦戦している印象もありますが、多忙な会長職を抱えながら、果たして50代で A 級復帰なるかどうか注目して見ていきたいと思います。ということで、続きましてじゃあですね、B 級1組まず前半戦は、前半戦と後半戦ちょっと分けさせていただいております。ですね、羽生九段は安光九段に勝ちまして、2回戦大石七段、そして3回戦糸谷八段、4回戦斉藤慎太郎八段、5回戦石井七段、6回戦が三浦九段、7回戦が近藤七段、8回戦高見七段戦という形になっております。先手番の斉藤八段戦と近藤七段戦に勝てるかどうか、そして後手番ながら強敵を引いてしまった糸谷八段や高見七段といった、レーティングの非常に高い棋士たちに勝てるかどうか、このあたり注目ですね。まずは2回戦大石七段に勝てるかどうかが注目でございます。続きましてこちらですね、後半に行きまして、羽生九段9回戦が沢田七段戦先手番、10回戦が抜け番、12月が抜け番で、そして11回戦いよいよ広瀬九段との対戦、おそらくこの羽生広瀬戦というのが、順当にいくとですね、昇級争い同士の決戦になりそうな、そんな予感がいたします。で、12回戦は現在棋聖挑戦中の山崎八段戦後手番、13回戦は、大橋七段相手に先手番と、こういった形になっております。それ以外の注目カードというのも、今度まとめていきたいと思いますが、まずは、2回戦から早くも上位陣同士が潰し合うという戦いになっていきますが、一体どちらが生き残るのか、そのあたりも注目ですね。今期の昇級のラインとしては、やはりこう広瀬九段や近藤七段、そして羽生九段、沢田七段といったこうレーティングも高く、そして順位も高い方々が、白星スタートを飾っておりますので、おそらく9勝3敗ぐらいが
昇級ラインになってくるかなと思います。毎年だいたい9勝3敗だと上がれている印象が強いですが、上位陣だと8勝4敗で 運が良ければ上がれたりとか、また下位陣だと9勝3敗で頭跳ねっていうケースも稀にありますので、やっぱりそうですね、上位陣で8勝4敗でギリギリ、下位陣は9勝3敗でギリギリと、そういう状況になっていくでしょうか。まあ、10勝2敗だったらほぼ毎年上がれなかった人いないので、まあ、10勝2敗ならほぼ間違いなく昇級、上位陣9勝3敗ならほぼ昇級、下位陣9勝3敗だとギリギリ、そして上位陣8勝4敗だと、まあ、ギリギリ、運が良ければ上がれると、で下位陣で8勝4敗だとちょっと厳しいと、そういうのが毎年の、状況という形になっております。ということで続きまして C 級2組ご覧いただきたいと思います。 C 級2組は、梶浦七段、八代七段、佐々木大地七段、そして本田六段が、この4人がレーティング的に見ると非常に高く毎年昇級候補と言われておりますが、梶浦七段、八代七段、佐々木七段は白星スタートとなりました。梶浦七段は、高野六段、八代七段は徳田四段、そして佐々木大地七段は森下九段の大ベテランに勝利して白星となっております。ただ本田六段は星野五段に敗れ黒星スタートとなりました。本田六段はちょっと前期も、前半戦不調で本気順位も21位とちょっと低めになってしまっていますが、ここから逆転昇級なるかどうか注目でございます。八代七段や佐々木大地七段といった、非常にレーティングも上位で、特に佐々木大地七段に関しては棋聖と王位に立て続けに挑戦したこともある本当に強い先生ですが、今期こそ C1 脱出なるかどうか注目ですね。また YouTuber の藤森五段も、村中七段との YouTuber 対決を制して見事に初戦白星となりました。そして一旦奨励会三段を年齢制限で大会された後、アマチュアで類まれな成績を残して、プロにたくさんの勝利をして、そして編入試験から見事にプロになりました織田五段は富山六段戦に勝利して白星スタートとなっております。また宮島四段は高橋九段に勝ちまして白星スタート。高橋四段、ですね、棋士総会でサザンの曲を歌ったということで大変話題になっておりました。高橋四段は伊田四段という強敵を下して見事に白星スタートとなりました。ということで織田五段はちなみにプロ編入してからあれですね、30局指して勝率6割5分以上という規定を満たして見事に今期からフリークラスから C 級2組に昇級という形になっております。で前期昇級争いを演じた石田五段は黒星スタート、高野六段は小山四段との対局、本当に最後奇跡の試合があってギリギリ詰みませんでしたが、まあ、その試合を逃して敗れるという形になりました。これちょっとハイライト動画ご覧いただければと思います。で本田六段は星野五段との戦いを、敗れまして黒星スタート、そして上野新人王は佐藤五段、前期も昇級争いを演じた佐藤五段に敗れ黒星スタートとなりました。まあ、佐藤五段は前期高級点を一つ消す大活躍を見せておりましたが、その活躍の勢いそのままに新人王を倒して白星スタートとなりました。羽生九段対佐藤康光九段の戦いは、佐藤康光九段が非常に特殊な作戦を用いましたが、羽生九段は動じず後手番ながら作戦勝ちを築きますと、その後流れるように攻め倒してとと104手目48銀まで勝利となりました。この将棋は羽生九段にほぼ悪手疑問手なしの、もう羽生曲線と言えるような素晴らしい鑑賞譜となっておりました。で4八銀に6八玉は7八桂成同玉6六桂まで比較的容易な詰みとなります。例えば6八玉は7八金6七玉5六金で詰み、6六桂に、まあ、6七玉も5六馬6八玉7八金で詰み、6六桂に8八玉も7八金9八玉8八金打ちまで詰みという、そういう状況になっておりました。まあ、ということで逃げると7八桂成から詰むので同金と取るしかありませんが、同と同玉5八桂成同玉6六桂と打ちまして、で6八玉に、まあ、一番手数の短いのがちょっとねかっこいい6七銀という手になっております。もちろんこれ平凡に5八金からでも
簡単に積むんで、どちらでも大丈夫です。5八金の方が一般的だと思いますんで、まあ、これで見ていきたいと思いますが、6七玉は5六金で積み、7九玉も7八桂成、同玉、6八金、うち、8八玉、8九玉、どちらでも7八金打ちとして、9八玉に8九銀までの積みと、こういう形になっておりました。まあ、ちなみにそうですね、ちょっと一応サービス的にやっておくと、まあ、6七銀、これもちょっとかっこいい手筋で、まあ、仮に同金なら、まあ、5八金、7九玉、7八金まで積みです。6七銀に同玉も、ね、5六馬、6八玉、5八金、7九玉、7八馬で積みということで、まあ、そうですね、例えば、まあ、この段階で残り、例えば3秒しかなくて、少しでも早い積みを選びたいとか、まあ、そういう方は6七銀をぜひね、覚えておいていただければというところでございます。まあ、ということで、羽生九段が見事な勝利で、新旧会長対決を制して、B 級1組白星発進となりました。やっぱこの白星かなり大きそうですね。羽生九段、今期こそ A 級復帰なるかどうか、まあ、ちょっとやっぱり持ち時間6時間がなかなか、あまりですね、思うように勝てていないという、持ち時間4時間とかの対局に関しては今でも本当にものすごく強くて、挑戦権絡んでくることが非常に多いですが、ちょっとこう順位戦に関しては差し分けとか、かろうじて勝ち越しとか、こういう状況が続いておりますので、今期こそ昇級なるかどうか注目して見ていきたいなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。